今朝は嵐山町から中継です。あの嵐山染めの今日現場の中継に来てます。あれこの間確かパンクで出演されてた方が今度はあの踏ん染めの方もご出演なさってますね。いや、あの野川公園でちょっと先生染めの先生いましたね。 あれにやっぱ憧れて、ちょっと僕も染めたいと教わったんですよ。ああ、なるほど。難しいな。で、ここで嵐山染めにやってるわけですね。難しいですね。これはね、自転車のタイヤじゃなくてダメですかね。いや、同じような材質だし感じですからね、いいと思いますけど。これはね、先生のやるようにはうまくいかないんですよね。これでもあれですよね、まあ、はっきり言うとやっちゃったっていう感じなんですかね、これね。染めてるというよりも。そうっすね、匂いがないんでね、いい染め物かどうかちょっとわからないですけどね。どうですかね、ダメですかね、これ。いやー、ちょっと私は素人なんでわからないんですけども。なんかすごい先生に似てたんですけど。先生じゃない、なかったでしたっけ。この間教わった人とすごい似てたんで。ああ、なんか自転車もなんか似てるのありましたね、そこにね。あそこにね。ああ、でも丁寧にやっぱりこうあれですね、こう生地目をこう洗っていくんですね、細かく。まあちょっとね、綺麗にやっぱりいいものを作ろうとすると染めないとやっぱり、あと怖いですからね。しょうがないですかね。こんなもんじゃないと、これ以上もう無理ですね。さすがにタイヤの染め物と違って今回ちゃんとしないと自分に影響しちゃうんでね、最後ね。ヒーター入れたら大変なことになるんで。ああ、なるほど。ちょっと今回ばっかはね、真剣にやらないと。邪魔しちゃ悪いんで、中継は一旦ここで中継開始します。嵐山町からでした。